こんばんは、MSTV ニュースをお伝えします。まずは二輪の話題から、クラシカルなスタイリングのホンダのロードスポーツモデル GB 三百五十 C の発売日が発表されました。ホンダ技研工業株式会社は、空冷フォーストローク OHC 単気筒エンジンを搭載するロードスポーツモデル GB 三百五十 C を 10月10日よりホンダドリームにて発売します今回発表されたモデルは GB350 シリーズが持つシンプルさに加えザ・スタンダードクラシカルモーターサイクルをコンセプトによりクラシカルで重厚感のあるデザインを施しローワイドを強調していますカラーリングはプコブルーガンメタルブラックメタリックの2色展開で税込メーカー希望小売価格は 六十六万八千円です。同じくホンダから四輪の話題です。シビックの新たなグレード RS が発売されました。ホンダ技研工業株式会社はシビックをマイナーモデルチェンジし、ガソリンモデルには新たに RS グレードを追加して、九月十三日より販売を開始しました。現行の十一代目となるシビックは。 乗る人すべてが爽快になることを目指して開発され多くのユーザーから支持を得ているスポーツモデルです。今回のマイナーモデルチェンジではフロントフェイスのデザインを変更し従来1つのグレードのみだった EHEV モデルには LX と EX の2つのグレードが設定されガソリンモデルには新グレード RS が追加されました。 なお、RS グレードは6速マニュアルのみとなります。税込みメーカー希望小売価格は、e、EHEV モデル LX グレードが399万8,500円、EX グレードが430万7,600円、ガソリンモデル RS グレードが419万8,700円です。以上、MSTV ニュースをお伝えしました。 はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ええー、今回はホンダのニュースという形になりましたが、はい。やっぱりまずはやっと出ましたというかね。G.B. はい。全部出る出るっていうてましたそ,そうですね。はい。<laughs> ええー、G.B. 三五ゼロ自体の納車もちょっと遅れつつ、うん、やっと形が見えて、はい。えっといつから発売？発売はもうあの十月十日ですね。十月十日か。はい。じゃこれから今入ってくるけど、なんかね形としては先にこれ あっても良かったかなっていう感じで、あまあ形に,にはまってるっていうかね。うん、あの走りからすると、うん、この形は合ってるけど、うん、何年ぐらいあの古くなったかな雰囲気が。<laughs> 確かに、よりクラシカルな印象は。六七十年ぐらいは遡ったような。そうですね、はい、でもねタイプ的にはいいですね。うん、あと多分走りにも合ってるだろうし。はいはい。ただちょっと値段が少し。 そうですね今回の価格66万8000円ということですで、うん、に販売されていたスタンダードから比べるとものが多分10万円ぐらいと高くなっているんですよね、はいまあ。あとは S というモデルもあって <S,、うん、<S, S は、えー、と確かフロント17インチになっていたんですけど、えー、フロントはやっぱり大きいタイプでまま、はい、昔ながらの走りを醸し出すという、ね。うんえー このタンデムシートがね、セパレート,なってもレートにで、はい。まあ、いいんじゃないですか。そうですね。あと、マフラーが。ダウンストレート。マフラーになってるそうですね。ストレート。ええー、リアフェン、あ、リアフェンダー、フロントフェンダー。すっごい大型。大型ですね。はい。うん、あと、フロントフォークカバーかな。これね、はい、あ、そう、そうです。確かに。付いてる。フロントフォークカバー。ええー、そんなところがです、ね、あと、まあ、あの。 タンクパッドでもだいぶいい雰囲気になってこれ待ってずいぶん買いを待っちゃった人もいるんじゃないですか情報だけ出てねなかなか出なかったんで GB350 買おうかなこれ出ちゃったからこれ待つってやっと今出ましたというのが正直だと。カスタムなのかクラシカルなのか。 そうだよね。うんはい、色が。よそうです、ね、今、表示されてるのがプコブルーですね。これはい。これガンメタルブラックメタリック、はい。どっちがいいですか。え。うん、プコブルー。おーはい、プコブルー。こっちの方がなんか、クラシカルな印象がすごく強く感じる。ありますね。うん、あの、昔。相当昔に、こいつちょっとパステルっぽい。色で。来て。その時の流行りみたいな。ことがあると。今でもやっぱり、こっちの方が新鮮。 全体的にシートとのね色合いのアングルもいいな。こっちいやこっちよりいあこっちもシートこの色なの。まあまあそうですね。まあでもやっぱりこのプコブルーの方がやっぱりね僕としてはあのカモメハンドル時代のカブにこういう色があったじゃないですか。相変わらずカブの限定回数。それ。でもねホンダっぽい。ホンダっぽいですね。はい。 えー、そして次の話題、行、はい、っちゃっていいですか、どうぞ、えー。はい、先ほどの CivicRS ですね。RS ですね、はいえー、本来、Civic、まあ、これ、11代目の Civic になりますが、うんえー、タイプ R がね、出て、もちろん我々乗ってね、乗りましたあの車体、もうね、俺,に俺からしたら Civic タイプ R はやっぱりコンパクトスポーツ、うん、っていう形ですけど、もうね、 普通のセダンじゃねえかそうそうなんですよ大きさ的にはねそうでも乗ってみるとやっぱりねガソリンエンジンの、うん、スポーツ性のホンダのスポーツ性を持ってるガソリンエンジンの魅力たっぷりで、はい、実際に車体大きいんだけどタイムめっちゃ出るんですよはい早いい早早本当に早いち,ょちょっとひそかにねひそかじゃないなちゃんとホンダさんにも言ったんだけど <laughs>、はい、さっきとあいつと袖柄でパッてアタックしたら結構もういいタイム出ちゃうんですよね。 まあどんな人が楽しむのかなと思ってはいるんだけど、うん、結果今アメリカで6足マニュアルが結構何というか流行ってるっていうのと俺は受けてると思うんだけど前はアメリカといったら AT 当たり前だろどんなスポーツカーでも AT っていうのが今はそのマニュアルがっていう中に えー、タイプ、R、だと当然のようにマニュアルになるん普通のこのシビックに、うん、タイプ R ではなく RS というバージョンではい、はい、なんと6足マニュアルが普通だったらアメリカじゃ買わないだろうって思うんだけど <laughs> はい、はい、今このマニュアル設定のね RS っていうタイプを出すと、うん、意外と皆さんこれを楽しがって買うのかなっていうのはねまあ日本はね 日本、ヨーロッパはマニュアル文化はね、うん、当然のようにずっと長くあって、特にホンダは、えー、レブマッチシステムですね。はい、もうオートマでもいいんじゃないかってでも、マニュアルを使いながら楽しませる。で特に二輪でね、えー、この間 E クラッチっもあったけど、はい、結果、オートマのようなんだけど、でもスポーツ性を楽しませるっていうのがこのレブマッチにもあって、えー、マニュアルを楽しむ文化がね、 このホンダのマシンには二輪も四輪も息づいてかにあって俺もすごい楽しいと思うしえマニュアルなのに楽でもありだけど楽しむもありっていうね贅沢だなってうそ,もうそうしなくていいのにいうもうパドルシフトでいいのにっていう思いをわざわざ楽しませるでもそれをやったらねアメリカでも。 結構これが俺は流行ってるんじゃないかなと思うかな。うん、あでも自分もこの前 Type、うん、R 試乗いたしましたが、うん、やっぱりこのレブマッチシステムが本当に秀逸で、うん、本当に気持ちがいい。そうなんだよね。これね、あの二輪と四輪でどうこう開発し合ってるのかわかんないけど、うん、同じようなところを一生懸命やってんだよね。うん、わざわざマニュアルをそうそうそう。 楽にするシステムなんだけど、はい、楽しさを失わない,わない、はい、ことを二輪でも四輪でもやって,て,やって、ね、同じ開発人とは思えないんだけど競争し合ってる、うんうん、操る喜びというか、えー、スポーツカーを操る楽しさを失わず、うん、だけど楽さも必要だよもまあまあそうですね<の> <laughs> やってみると楽ありなのよ二、うん、輪でもいいクラッチで 渋滞すっげえ楽なんだよなでも楽しみたいなっていうのがあるからうん、うん、その両,両方をね兼ね備えてるのがあって、うん、だからまだいまだにマニュアルをね作り続けられるのかなうん、うん、そうするとアメリカでも、えー、楽しいじゃんっていうのがやっとやっとアメリカ人が理解してくれた <laughs> やっとね <laughs> そうと。<laughs> <laughs> っていうのがねあって各色ちょっと見てみると、うんえー、色,色名前は出てないんで色名前<う>あ出てます。 ホワイトブラックグレーレッドはいえー、っとネイ,ネイビーそうですねこのネイビーがシーベットブルーパール、うん、シーベット、ねはい、ブルーパールはい、はい、でレッドレッドがプレミアムクリスタルレッドメタリックお<う>お タイプ R じゃないからねタイプ R だと白い,、ね、白いイメージがあるんだけど、はいはい、タイプ R じゃないからね、はい、で,こ,でこのグレーがプラチソニックグレーパールはいそしてこれはブラックだろうまあそうですねクリスタルブラックパールですねクリスタルブラックパールそして最後にこれがプラチナホワイトパールですねまあ RS があるけどね本当タイプ R タイプ R の、うん、タイプ R500 万ぐらいだもんねそうですね499万ぐらいでしたねそ,それよりは安くなった RS が419万8700円。80万ぐらいは安くなっちゃうっていうパターンだけど、うん、ちゃんとマニュアルで楽しませる、うん、あのシビックが、まあ、改めて登場する、そうです前にもあったんでね、RS。という情報を今回はお届けししまた一応、最後にあれもお伝えしておきますか、ちょっと残念なお知らせにはなってしまいますが。はい バイクラインナップの中でですねちょっと我々にとっては残念なお知らせにはなってしまうんですがついに CB250R に生産終了の文字が出てしまったと。CB と名の付くマシンがまた一つちょっとなくなってしまうなという形ですけどねまあ、あのー、私は待ってますよ。 新しい CB がそうです、ね、このタイプでね今ね一旦終了となりますが多分新しい CB シリーズを、ねえー、作り続けてくれるだろうとそうです、ね、私は待っております。りまということで、えー、今回はですねホンダから2輪と4輪の話題ということで GB350C の発売日が発表された、はい、そしてシビックに新たなグレード RS が追加された。 というニュースをお伝えいたしました、はい、それでは今日はこの辺でさよなら